さあ、本日完成披露上映会ということでたくさんのお客様で満席になっております。リアルな温度、リアルな時間、本当にその場に存在してるんじゃないかっていう時間を城城監督が多分切り取ってくれてて、でそういう間とかなんかいろんなもうまんまなんかこう編集でこう紡がれないまんまの時間を、それをお芝居としてこう届けるみたいなのが僕はすごく好きで、だからこそなんかああこういう作品がやりたかったんだって思えたし、相手役が山田君だって聞いた時にあもうこれは面白くなるなと思いましたし、山田裕貴さんっていうのはもうなんか人間力がすごいんですよ、凄まじいんです、なんか人間なんですよ、わかりますわかります人間です、生き物、物体、生命体あ、そうそうです、わかる、はい、そうです、もう生命体です、生命体でしょ、はい、この生命体から何が出てくるんだろうみたいな、その面白さにすごいワクワクしましたし、ジップ、まあ、父親があの広島カープにいたっていうこともあって、幼稚園の年少年中ぐらいまでは住んでた、なんかあの水の上に浮いてるところ歩きますよね、そこを歩いてった映像は頭の中にあるんですけど、行ったかどうかはちょっと親に確認しないと、夢じゃなければ、夢じゃなければ、夢じゃなければと、もしかしたら行ってんのかもしれないですね。つい最近ですけど、あの極主夫道というあの映画に出させていただきましてですね、広島の、3代目のあとレディース総長、はい、ひき肉にしちゃるけーのーとかパンチのある言葉を言わせていただいたりとかした思い出があります。この役の中でこうパッて出したものがこう返ってくる力っていうか、でそれにこうしたいと思うっていう、その相乗効果を生んでくれる、もう本当に素敵だな、素晴らしい、もう素晴らしい人だなって思って、なんかそれをなんかちょっとの遠慮が見える時もあるんですよ、あのお芝居してる中で、あ今ちょっと違ったなっていう感じちゃう時ってあるんですよ、それをなんかちゃんと委ねてくれてる感じが、まあもちろん関係性あってのことなのかもしれないんですけど、相手にこう任せられるとか、相手をこう信じられるみたいな、そういう部分がなんかものすごかったので、だから僕もなんかぶつかっていけたというか、ピュアピュアなんですよ彼らもう山田裕貴っていう存在がピュアピュアで、でもう何かに抗って、でも俺は行きたいんだ、俺はこう行きたいんだっていうのもなんか全身からこう叫んでる感じ、もっともっと単純なことに気づかせてくれる、うん、もっと楽しく生きようぜみたいななんかピュアさが魅力というか、うん、山田くんが現場にいたら、みんな楽しいだろうなって思うし、本当にこう一家に一台欲しいぐらい一家に一台山田裕貴いかがですかっていうぐらい、そうですね、一家に一台宛先はこちらですか、いいですか、応募して、はい、いや嬉しいです、めちゃくちゃ